といるはずと、そう信じて、音楽とその人生との、音楽と人生とのその間にあるものを僕はこう信じて、今もこうやってやっておるわけです。そして、もう喋るのがだいたい長くなったので、そろそろ曲に行こうと思いますが、次歌う歌は、そういうことを歌おうと思います。聴いてください。新曲という曲です。題名が決まってないですけども、新曲、新曲って全部新曲ですよ。とにかく歌えます。聴いてください。ちょっと待ってください。はい、じゃあ行きます。
ましたね、制作でした。最後の曲です。僕これこう見えても毎日ですね、毎日ドラム練習してるんですよ。このざまですよ。毎日練習して全然上手くなんなくて。